世界最古エジプトで発見。3200年前の地図。エジプトの首都カイロ南郊にあるメンフィス古代遺跡から世界最古とみられる3200年前の地図が発見された。見つかったのは古代エジプトの首都だったメンフィスで、紀元前13世紀に首長を務めたプタハメスの墓。1885年に発見されたが、その後砂に埋もれて場所が不明だった。2010年にイタリアのカターニア大学などが再発見して発掘作業を続けたところ、白っぽい塊が入った壺が見つかった。分析の結果、塊は牛乳と羊やヤギの乳の混合物と判明した。壺とともにキャンバス生地も見つかったため、液体ではなく固形物であるチーズを保存していたとの結論に至ったという。古代エジプトでは紀元前2000年頃の壁画にチーズ作りが描かれている。また塊からは動物から人間にうつる感染症ブルセラ症を引き起こす